皆さんこんにちは。現代のもののけ姫ことまこです。ながらでラジオ、ながらじのお時間です。このラジオではテーマを決めてリスナーさんからのエピソードをいただいたり、フリーな質問をいただきながら、音声のみだからこそできるお話をしていこうと思います。ながらでラジオなので、ぜひながらで聞いてください。録画でお送りしていますが、基本は編集なしの生放送感覚でお届けしています。最後に次回のトークテーマを発表しますので、ぜひ最後までお聞きください。はい、本日は6月27日ただいまの時刻14時35分ということのところで皆さんお久しぶりでございますね。ながらでラジオも結構空いてしまいました。まあ、空きますよっていうことを事前に言っておいて、本当に多忙の多忙の多忙の 1.5 週間でしたね。山形に行って、仙台に行って、山形に行って、大阪に行って、東京に行って、福岡に行ってみたいなのを約 1.5 週間くらいでこなしました。まあよく私もこなせたなと思ってます。前回はそう、結構そのハードな、神戸に行った時は具合悪くなっちゃったんだけど、もうそんなこともなく、具合の悪さもなく元気ですね。ただやっぱり福岡に来てというか、まあ、東京に行った時くらいからかな、もう暑くて暑くてやばいですね。なんかこれだけ、やっぱ山形に出た時は、まあ、暑いけど、まあまだ大丈夫っていう暑さだったんですが、本当東京とか福岡、まあこの2日3日はまあ全国的にも暑いんだけど、もうしんどいね。車椅子の人はよりしんどいと思うし、もう車椅子こぐとも汗だら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 かいちゃうから本当に嫌です。でもショート動画で私、脇のボトックスしましたよっていうのを伝えたと思うんですけど、めちゃくちゃいいですね、脇ボトックス。まあ、軽装の人とかはそもそも汗がかかないから、汗出さないとその体温調整できないから大変っていうのがあるので、まあ、あんまり縁のない話なんだと思うんですけど、私自身もその麻痺してるところにはあまり汗はかかないんですけど、あまりなんですよね、あまり。若干血汗とかたまにリハしたりすると太ももとかにも汗かいたりするんですけど、まあ、基本的に下半身あまり汗かかなくて、その分上半身でめちゃくちゃ汗をかくようになりました。で、こう運動しても特に額から汗が流れたり、まあ、例えばラーメン食ってても額から汗が流れるってことが基本的になかったんですけど、ね、もう本当に下でかかない分上でかくようになったから、いろんなところから汗が出て、で、脇汗もめちゃくちゃすごくて、脇脱毛してるから毛がない、毛がないっていうか、まあ、女の子たちはね、処理してるけど、毛がない分、本当にこう、ダラダラってこう体を伝うほど汗がかいちゃうんですよ。それが本当に嫌で。で、脇汗を止めるくらいは別にそんなに支障ないんじゃないっていうことだったので、今回脇ボトックスしました。まあ、約効果はまあ3ヶ月くらい続くんかな。もう夏を、が終わるくらいまでなんだろうけど、本当に良すぎて年中やっていたい気分になっています。ぜひ、まあその軽装とかじゃなく普通にね、汗困ってますよみたいな方々がいたら、脇ボトックスそんなに高くないので、ぜひやってみてください。はいですね。あとはまあいろいろありすぎてあれなんだけどいろいろあるんだけど、とりあえずまあ7月、そうですね、なんかながらじがもうもはや報告会みたいになってるんだけど、7月1日には久しぶりに生配信しようかなと思います。ただやっぱりまた食べ物配信ができない、あんまり福岡にいる時間がなかったりするので、食べ物また冷凍庫がねいっぱいになっちゃうから豊の配信できないんですけど、7月1日は、ながらじじゃなくて生配信、普通にね夜の8時くらいからの生配信しようと思うので、ぜひ皆さん参加して聞いて、いろいろそこでお話できたらなと思います。はい、これが近況報告ですかね。なんかもっともっといろんなこと報告したいと思いながら、 SNS とかインスタとかツイッターとか投稿したいなと思うんですけど、ああそうだ、ツイッターね、結構皆さんいいねをしてくれてるんですけど、元横綱の白鵬さん、あ違うわ、もっと大事な話あったじゃんね
一般社団法人再生医療福祉支援基金というね、GACKT さんが登壇したやつでニュースになったやつ、皆さんニュース見ていただけたでしょうか。はい、GACKT さんね、よかったですね、元気になってくれて。もっともっと活動再開するまで元気になってほしいなと思いますし、まあ、それに合わせて、その横綱の、元横綱の白鵬さん、まあ、今の間垣親方さんですね、とお会いして、握手して、もうおててめちゃくちゃ気持ちいいの。おてて気持ちいいし、大きいし、ふわふわしてるし。なんかその、元旭天鵬さんともお会いした時にお姫様抱っこしてもらったりしたんですよ。すごい安心感。お相撲さんってさ、すごい気持ちいいんだなって思った。なんかふわふわってして、ふわふわ、なんか硬そうなのにふわふわっていうその感じがね、めちゃくちゃ気持ちよかった。もうなんかこうハグされたらすごい包まれた感じで気持ちいいんだろうなっていう思いで、握手がとっても気持ちよく、間垣親方のお姫様抱っこもとっても気持ちよかったです。はい。まあ今後そういう、基金の話については、また改めてしっかりご報告するタイミングがあると思うので、皆さんお待ちくださいね。はい。で、今日はですね、前回皆さんにコメントいただいた、今後の私の YouTube の企画なんかないですかっていうコメントをいただきました。まあ、ちょっとね、いろいろ悩んでるってわけじゃないけど、考えてることがたくさんあるんですが、それと皆さんのコメントが結構リンクしてたので、やっぱ嬉しいなと思いました。私自身、まあ、この YouTube を始めるきっかけというか、始めた理由としては、やっぱり同じ当事者、車椅子脊髄損傷の人たちに対して情報が当時なかったから、こういうことできるよ、ああいうことできるよ、こんなこと知ってますか、私はこういうことしてますよっていうのをこう伝えて、なんか少しでもプラスになってくれたらいいなと思って、いうのでもともと配信を始めました。でもそこからいろんな方々、まあ同じ、車椅子だけど違う障害がある人、障害者という括りをするのであれば障害者なんだけど違う障害がある人たちで、他に医療関係者であったり、まあだから全く車椅子とかの人たちとか障害がある人と関わってない人たちが、見るようになってくださって、で、まあ、その中でも私はやっぱりこう別に再生回数があった方が、まあ確かにお金にはつながるし、その分知ってもらうっていう機会にはつながるんだけど、でもみんな誰か一人でもこういうの知りたいんですっていうことに関しては、投稿するようにしたいなと思って投稿をしてました。だから本当にニッチというかさ、コアな人しかわからないようなネタとかもね、どんどん発信してました。でも最近はすごくいろんな、まあ、障害がある人たち、それこそ脊髄損傷の人たちが YouTube をたくさん始めてて、いろんな状態の情報がたくさん見れるようになったんじゃないかなと個人的に思います。だから私じゃなくてもいいのかな、別にもう私がそういうことを発信しなくても、みんなが見つけれる場所ってあるのかなとは少し思っているんだけど、かゆいところに手が届く発信というか、まあみんな排泄障害とか異常のこととかはやったりするし、ヘルパーさんついてる人はヘルパーさんとのなんかこういろいろとかやったりするんだけど、なんかもっと、ここもっと細かく知りたいのになっていう配信のことをあんまり配信してないのかなって、他の人たちを見てもね。そうすると、やっぱもこちゃんが配信したいな、みんなに届けたいなって思う部分もあるから、まだまだそういう障害のことについては発信していこうって思ってます。でもそれとまた同時に、やっぱ当たり前、車椅子の人もエンターテインメントとして成り立つんだよ、もっとみんなと当たり前に普通に、車椅子の YouTuber じゃなくて YouTuber として、車椅子の渋谷真子じゃなくて渋谷真子として、なんかもっとみんなに見てもらうためには、YouTuber さんみたいな企画、普通の企画っていうのかな、なんかそういうのを、まあ、やりたい、普通にただやりたいなっていう自分もいます。まあそれが見てくれる見てくれないは置いといて、普通にやりたいなって、
だから最近はさ、全然こうバズることもなくさ、再生回数が全然いってないことが別に悩んではないんだよね。なんかそれだけもうみんなが見なくても十分、もう分かった分かったっていう感じになってくれてるのか、まあ飽きてるのかまあ分からないけど、まあそうじゃなくて、じゃあその再生回数とかに別にこだわらずに普通に自分がやりたい企画をどんどんやっていこうかなってちょっと思ってます。で、皆さんにね、今回その何あるって普段いつもこう見てくれてる人たちが何見たいっていうので、やっぱりホマオッサンさんとかは健常の YouTuber さんとのコラボ企画、福祉関係以外のさまざまな人たちの交流をしてほしいなっていうふうに書いてくれてるし、コウジさんとかもやっぱり YouTuber っぽい企画、メントスコーラとかはさ嫌だよ、汚くなるから嫌なんだけど、あとまあリハビリはね、定期的に上げてるからあれなんだけど、まあ、そういうもっと普通に YouTuber さんみたいな企画やってほしいっていうし、ふもさんのさ、まこさんの生歌聞きたいですってやつも、この前ちょうどねふもさんが書いてくれた時にもう収録してたの、そのカラオケのやつね。だからカラオケ歌ってみたというか、採点90点以上取れるまで帰れませんみたいなやつをやったんですけど、まあそういう本当に車椅子に関係ないことをやりたいなって思ってるので、見てくれたかな、ふもさん。ジュピターはね、難しいんだよ、本当ね。で、なおさんも、なんか、まあ、楽器とかそういう演奏系音楽系とかね、やっぱりながらしの後公開録画とか、まあ談笑系だよね、他のいろんな人たちとドライブしてただただ話すっていう。私さ、本当に一人でやってるから、やっぱり誰かとこう談笑しながらやりたいっていうのはすごくあるんだよね。対談じゃないけど談笑系でも誰もいないっていうこの悲しみ一緒にこう雑談できる友達がさ、まあ、福岡にもいないし、まあ、山形もいるけどみんな忙しいし、で私もあっち行ったりこっち行ったりあっち行こっち行ったりってしてるから、なかなか予定合わなくて、本当に誰かとわちゃわちゃしたいのにできないっていう悩みはすごい今あるんだよね。はるはるちゃんさんも、孫さんの障害とかぶっ飛ばしたそのままの女性の話が好きです、ぶっ飛ばしたままの会話が聞きたいです。そのぶっ飛ばした話もさ、ぶっ飛ばした話ってなんだよってことだけど、ぶっ飛ばした話ね、なんかでも思った、なんかやっぱり障害のことを話すとき別に真面目にしてるわけじゃないけど、なんかちょっと教科書っぽくというか、分かりやすく伝えたいなって思うと、私テンションがさ低くなってるんだよね。でもやっぱり YouTube って、まあ、どっちかっていうとエンターテインメントというかさ、楽しいものを見たいとみんなが思うわけで、見て笑えるとか、まあその見て勉強できるもそうだけど、やっぱもうちょっとさ、普段の自分から作るわけではないけど、なんか見てる側がもっと楽しいって思うようなテンションで喋んないとダメなんだなって最近思った。ちょっとあまりにも最近の、まあ、一人喋りのやつはさ、テンションが低すぎてて、ちょっと反省してますわ。それはそう、まあ、それだけなんか家にいるとさ、おふっちゃうんだよね、どうしても。まあだからね、ぶっ飛んだ話ね、もうぶっ飛んだ話ねえまあ何を話したらぶっ飛ぶことになるかわからないけど、でもこう学生時代のこととかを話すと、あんまりちょっとイメージが、まごちゃんの素敵なイメージが崩れてしまうかもしれないからね、ちょっと話せないね。これさ、山この葵さんってなんて読むんだろう、山葵さんって読むんだっけか、わかんねえな。料理を一から作ってほしいかな。その料理動画も前、あのミネストローネ作って、また作ってほしい、みんなにハンバーグとかさ、チャーハンとかそういうの作ってほしいって言われて、また撮ってないっていうね。
もう本当料理作ってるんだけど、福岡に来た時なんかそんな移せるようなもの作ってない。もうやっぱダイエットにさ、今頑張ってるから、本当にただただ一品料理みたいな、野菜炒めとか。最近何ハマ、あ、そう、卵だ、卵。お好み焼き、ダイエットお好み焼きをしてて、最近は普通にキャベツの千切りと豚バラと、で、小麦粉使わないで、ただただ卵でとじてお好み焼きソースつけるみたいなやつとかを作ってたから、なんかあんまり絵にならないよねって思って。でも今日はね、これ今日の夕方ご飯作る時は、骨粗鬆症に鮭いいよっていう話したと思うじゃん。だから鮭と、あとじゃがいもと玉ねぎとしめじと人参をぶち込んだスープを作ろうと思ってます。本当はさ、クリーム煮とか作りたいんで、鮭のクリーム煮とか、あとちゃんちゃん焼きとかも作りたいんだけど、なんかクリーム煮は牛乳がやっぱり弱いからお腹ピーピーちいちゃになるのと、鮭のさ、ちゃんちゃん焼きとかはやっぱちょっと塩分高めなのとさ、あんま食べても満腹感にならないという、ちょっとそういうのがあるので、今回はコンソメ風にするんだっけかな、ちょっとレシピは忘れたけど、それで作っていこうかなと思います。はい、スリマンさん、いつもありがとうございます。ウクレレかね、ピアノ、ほんとやりたいやりたいって言ってやらない、よくないこの性格。 YouTube でやってほしい企画は自然、米、田んぼアートはむずい、場所 植物、動物、生け花、山、川など、まあ自然の企画かな。やっぱ日本のあれ見たいよね、景色ね、スティリマンさんはね。でも夏だからなんかこう外で撮るような企画、海とかね。でもちょっとやけどがあるからあれなんだけど、まあでもそういう自然のものとかできたらいいなって思います。でも暑くてさ、出たくない外にね。木村さんは、山形に行ってる時に両親とか兄弟に出ていただいて、普段聞けないようなことを聞いて質問するのはどうですか、答えてもらうのどうですかって言うんだけど、まあ例えばさ、いろんな、まあどういうことを言ってるかわからないけど、いろんな人たち、障害がある人たちがね、親に当時の話聞いてみたっていうのがあるじゃん。あんまりあれ、まあ好きじゃないって言ったらちょっとあれだけど、なんか、まあお父さん自体がさ、その私の場所にいてて、事故現場にいてて、で、お父さん自体が自分を責めてる環境の中で、そこをまた掘り返して聞くっていうのは、私はしたくないんだよね。別に、する必要性があんのか、まあ本とかにも書いてあるし、あんまり別にその時の心情なんて聞かなくても、親の場合はね、わかるから、なんかそういうのはしたくないかなと。で、あんまり家族のさ、映像、まあ出すけど、たまに出すけど、出たいよ、出てもいいんだよ。お兄とかはもう別に出たい出たい出して出してって感じだから出してるけどね。まあ、あんまりだから基本的には出さないようにしてる。そういう家族系動画とかは、後々多分ね、わかんない。お互いがこう、インフルエンサーとかで結婚してる人とかはわからないけど、自分は YouTube 発信してて、パートナーは今まで全然何もしてないけど、急にそういう動画を回す、動画に出るっていうのは、結構ね、喧嘩のもとというか、不仲のもとなんじゃないかと個人的には思うので、あんまりそういうのはしたくないなというふうに思ってます。ゼロではないけど、基本あんまりしたくないと思ってます。ミネラルバランスウォーターさんは、まあそのやっぱり健常者の人とのコラボ、眞子さんが会ってみたい YouTuber にダメ元でオファーしてみるとか、個人的な希望としてはカジサックさんとコラボしてほしいんだって。ね でも本当にもうさ、YouTuber さんとコラボする方法がまず私わかんないんだよ。多分事務所同士のコラボとかだと多分簡単なんだよね、所属してる人たちとか。でも私全然そういう事務所に入ってるわけじゃないから、つてもないし、どういうふうに、
個人で依頼するには多分どう考えても立場的に違うから無理だし、だから会社さんを通してコラボお願いしてもらうんだろうけど、じゃあカジサックさんとコラボするってなったらさ、多分めちゃくちゃ金かかるんじゃないかな、出演料とかね、なんかそういうのがあるし、なかなかそこの壁にはなんかまだ登れないなと思ってます。まあ、やりたいけどね、やっぱりこう障害ない方々とのコラボっていうのはめちゃくちゃやりたい。普通の YouTube 企画っていうのを普通にやりたいなと思ってます。はい、そんな感じで、もう本当に私の今後の YouTube どうしようかなって悩んでるっていう、そこまで悩んでるっていうわけではないけど、なんか方向性というか、もっと別に車椅子推しじゃなくても普通に何かやりたいなと思ってます。まあ、でもただ私別に YouTuber になりたいわけじゃないから、なんかそこに対して発信したくないのに、興味ないのに YouTube 投稿しなきゃいけないな、じゃあやろうなっていうのはやりたくないんだよね。だから本当に私がやりたいな、やってみたいな、 YouTuber さん、いろんな YouTuber さんの企画見て楽しそうだなって思うものをなんかやりたいなと思います。なのでね、そのやった際はぜひ皆さん見ていただいて、拡散にご協力いただき チャンネルを盛り上げてくれたら嬉しいです。はい、そうだね、なんかもうちょっとやっぱ私もテンション上げながら喋っていこうと思います。どうよ、テンション低くない？だってこの前の月経カップとかも自分で編集しててもさ、なんでこん、まあ、ちょっと病み上がりではあったんだけど、なんでこんなにテンション低いんだろうなって、でも真面目に説明するとどうしてもそういうテンションになっちゃうんだなみたいな。なんかこう授業でさ使われたりさするしてくれるところもあるっていうとさ、そんなお茶けというか、おちょけというかさ、おちゃらけた風にしていいんかっていうのもちょっと若干悩みではあったから。まあいいか、なんかもうそういうの、そういうのっていうか、そういうのもやるし、おちょけもいっぱいやっていこう。そうしよう、みんなよろしく頼むよ。じゃあ はい、ということでね、次本来なら木曜日なんだけど、木曜日東京に行かなきゃいけなくて、4日かな、また1週間空きますね。4日にしよう。はい。何しようかな、テーマ。テーマ。じゃあ、夏休み。まだ早い。お盆何するはまだ早いか。あ、わかった。じゃあ、皆さんが住んでる場所を教えてください。で、おすすめの観光地知りたいんだよね。やっぱ旅行に行きたくてさ、時間見つけて。で、例えば今度、9、10、11は静岡に行くんだよね。で、22、23、名古屋に行くんだよ。まあ、ちょっと観光できる時間があるかどうかはわかんないけど、こう食べ物、静岡はね、絶対もう爽やか行くって決めてんだ。だからこういうとこいいですよ、これ食べ物いいですよとか、うちの県これあるんで来てくださいとか、なんかちょっとそういうの教えてください。多分今年結構本当にいろんなところに行ける予定が今でも入ってるので、まあ、随時言いますけど、そう、やっとさ、私沖縄に多分行けるんよ。まだ人生一回も行ったことない沖縄にやっと上陸もできるので、なんかみんな自分の住んでいる場所の自慢、観光自慢、やったっけ？やってないよね。観光自慢、よろしくお願いします。
はい、ということで、すごいダラダラとしたながらじになりましたが、なんかながらじ意外と私のなんていうの、心のアシスが違うな。ながらじなんかすごい気楽でいいわ。生配信もすごい気楽でいい。なんかやっぱかしこまらずにこういう風に話せる時間っていうのはすごい楽しいですね。はい、ということでそろそろ時間になりました。次回のトークテーマは自分の地域の自慢、おすすめを教えてください。コメント欄にどし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 書き込んでください。はい、ということで本日のながらじはここまで。ではまたお会いしましょう。バイバーイ。